の、やっほー、あみです。りゆです。はい、はい、ということで今回は今季買ったアウター紹介をしたいと思います。今季といってもね、まだそんなに揃ってきてはないんだけど、まあ、とりあえずね、冬になる前に一回やっとこうということで、まだだからあんまり着れてないのも多いから、てか着れてない、全部あみは。海も着てない一つも。やっぱりまだ着る時期じゃない。なんか今年寒くない？そう、今年なんかもう11月終わりなのに全然アウターいらなくて、そんな寒くないよ。寒くない、だからまだ使えてないんだけど、うん、可愛いので紹介していきたいと思います。はい、それでは早速いくよ。ポッポー。はい、ということで1点目がこちらのアウターです。これはナイスクラップのアウターなんですけど、こんな感じでちょっとショート丈のアウターですね。アウターにしては短い。形がめっちゃ可愛くて、もう本当にここがめっちゃ大きめのセーターとかお腹に着たとしても全然羽織れる感じなので、めっちゃ使いやすそう。でも一回ちょっと着てみる機会があって着てみたんですけど、ちょっとモゴモゴして、なんか、あ、動きにくいみたいなのはありました。正直前を閉めるとこんな感じですね。もうなんか女の子みたいな感じのアウターで、めっちゃ可愛い。サンタさんみたい。ホワイトサンタさん。はい、こんな感じですね。生地感は見ての通りもっこもこの、気持ちいい、本当に気持ちいい。多分これね、一緒にいる人が触りたくなるようなモコモコ感ですね。とボタンは絶妙なこのアイボリーみたいな色なので、結構馴染んでくれてます。まあ、長さもこれぐらいなので今のコーデがめっちゃ可愛いかもしれない。このスカートに合わせるみたいなのが可愛いです。はい、ということで私の買ったコートはこちらです。じゃーん。なんかミヤノの色違いみたいな感じだね、すごく。全然違う。なんで形が違いすぎてる。ネットで見た時にめっちゃ可愛いなとは思ったんだけど、迷ってて、けど店舗に行ってこれを見た時にもう本当に肌触りも気持ちよすぎて、このちょっとなんかゆるっと感もう可愛いから、もう買っちゃおうって買いました。これの可愛いポイントはこの襟、こういう襟ついてるとすごいやっぱ綺麗めになるよね。結構しっかりめな襟がついてるのもめっちゃ可愛いですね。もう本当にこの素材みんなに触ってほしい。本当に気持ちよすぎるの。こんな感じで、本当に好き、めっちゃ可愛いです。はい、続いてがこちらのロングコートでございます。これもミスティックのやつなんだけど、すっごい大人っぽくて好きなの。今年はロングコート絶対買うって決めてて、めっちゃ迷って迷ってこれにしました。これの特徴としてこの生地感が、なんていうの、普通じゃないの。普通じゃなくて、なんかさ、つるんとしたさ、ロングコートってすごいつるっとした生地じゃん。これはね、ちょっとだけなんか毛糸っぽい感じがありますね。そこがめちゃめちゃ可愛い。この生地感がちょっと大人っぽいんだけど可愛らしさを出してくれる感じがします。こんな感じで雨でもギリ着れるこの丈感ですね。で、これはサイズ展開があったから雨は1にしました。1だと着れるって感じですね。これ腰で結ぶ紐もついてます。本当に着心地がいい。着心地がいいっていうのかな、なんかロングコートってゴワゴワして動きにくいみたいな、ちょっとありそうだなって思うと思うんですけど、これは本当に生地も柔らかくて、なんか着てて着苦しくない感じがすごいあります。あと見てわかる通りコートなのに結構ゆるっと着れる感じ。首元がこうやって首のところこういう付け根がついてんの。ここもなんかちょっとデザイン性があって可愛いですね。これハイネックになるのか。あ、そうそう、こういうこと。めっちゃ可愛くない？こうやっても使えるっていう。冬超あったかいし、寒い時はこうやってハイネックにして、合ってるよね。合ってるよね。寒い時はこうやってハイネックにしても使えるし、
襟としても使えるし、ロングコートなのになんかすごいバリエーションがありますね。とってもとっても可愛いです。お次がこちらのカジュアルな感じのアウターです。ちょっとこれね、すごいカジュアルなのに中が合ってないなって思ってるんですけど、まあそこは置いといて。これはね、カシタネの展示会に行った時にゲットしたアイテムなんですけど、こういうカジュアルなやつってあんま持ってないなって思ったのと、あとこれがベストとセットになってるタイプで、これだけでも着れるし、こっちのベストだけでも着れるし、セットでも着れるっていう、もうそれだけで3パターンの着方ができちゃう、めちゃめちゃ着回しの効くアイテムだと思います。こういう薄いアウターは本当にちょっと肌寒いなとかなった時に使えるから、めっちゃいいと思う。こういう感じでね、見てわかる通りとにかく大きいです。1枚で着るとこんな感じで、あ、そうそう、これはなんかオーバーサイズなんだけど、ここで絞れる感じになってて、だからでかすぎって見た目的に思うわけじゃない気がする。なんかここで絞ったり、まあ、上にベスト着てちょっとボリュームを抑えたり、そういうことができるからすごい可愛い。このベストだけになるとちょっとカジュアルさを抑えられるかなっていう感じする。で、ちなみにこのベストの上からこのアウターを羽織ることもできるので、まあどっち4パターンできました。本当にいろんな着方ができるアウターです。じゃーん、これはね、お揃いで買ったやつなの。お揃いで買ったというかね、カスタネの展示会に行かせてもらった時にね、なんか2人ともファシンってなったんだよ ね。そうね、やっぱ着てみて、改めて着てみて思ったけどさ、形が可愛い。そう、形めっちゃ可愛いよね、うん、そんなに分厚くないから、めっちゃ動きやすいね。アウター着てると思えないぐらい動きやすいよね、うん、これ結構長さは長めのアウターですね。バッと着れる感じがいいよね。うん、トップスセーターが長めとかオーバーサイズとか、あ、ね、結構あんじゃん。短いと困る時あるよね、うん、あるある。なんかアウターの下から出ちゃうみたいなさ、うん、バランス乗ってんのって感じじゃん。だからそういう時に上にサッと着れるアウターってめっちゃ使えると思うから、なんか長い分には使いにくいっていうことがないよね、基本的に。で、こちらにこれにセットになってたのが、はい、このね、今年流行りのバラクラバがこのコートにはついてたんだよね。もうそれがね、アミたちからしたらね、欲しいってなった。これバラクラバさ、ニットの方をつけても可愛かったんだよね。だからそのためにアミたちはバラクラバをアホみたいに買っちゃったんだよね。確かに確かに、それはあるね。そう、そういうところはあった。うん、いう感じで今期買ったアウター紹介でした。はい、まだね、届いてないとかもあるの。一応買ったけど届いてないものがまだ何個かあるから、ちょっとそれもまた届いたらね、まあ動画にはしないかもしんないけど、どっかに載せると思うので、よかったらチェックしてください。はい、ということで、ちょっとでも参考になったなって思ってくれた方、高評価とチャンネル登録、あとコメントもたくさん持ってます。はい、以上、アミとミエでした。バイバイ。